こんにちは。前回はグルメパレスというすごく美味しそうな本拠地を手に入れることができて、これから仲間を集めていくっていうところからですね。はい。目的地、マッシュが言ってくれた、なんだっけ、町なんですけど、その前に何人か仲間にできそうなので、ちょっと回っていこうと思います。はい。前もお伝えしたんですけど、名前なしの私、場所だけ書いてあるメモがあるので、ちょっとそれ見ながら行こうと思います。今、核にいて、核の酒場にって書いてある。4人入りそうな感じですかね。お、エレベーターの人か。エレベーターがつく。エレベーターつく？仲間にする。あなたが解放軍のリーダーですか？もちろんもちろんもちろん協力しますとも。自由な発明は自由な世界でないとね。おーセールゲイ、エレベーターがつくあ、なんか酒場の人みんなスカートしてっちゃったわ。ごめんね、誰もいなくなっちゃった。おろろ、ガスパー、おや、あんたは確か、あんたが一番の客の逮捕を連れてっちまうから、こっちは困ってるんだぜ。ごめん。この人もいつかなりそうな感じの顔があるから。しますけど。逮捕さんはいただくぜ。で、核はこれだけかな。あとね、セイカ。これ宿屋って書いてある、セイカの宿屋は多分マリーちゃんだな。あ、で、二人入れたんだ。ただまだ装備整えてないから、ヤムクとかちょっとあれなんですけど、一緒にできる量子攻撃、おー楽しみだ。やってくれるかな。で、二人ともあれか、みんなみんなしっかり。バランス崩しすぎだぞ、あんたら。いやー、渋いわ、メンバー。めっちゃいいわ。でね、ちょっと一個思ったのが、いろいろ考えてたんですよ。この死の指先、いきなり覚えたじゃないですか。これさ、ソウルイーターだしさ、オデッサ死んでから覚えましたよね、多分タイミング的に。何個技あるんだか分かんないですけど、これさ何個入りそう。多分誰か身の回りの人がの命を奪うんだか、奪って力をつけていくんだか、多分そんな感じなんじゃないかなと思って、もう確実にお父さん死ぬなってちょっと思ってます絶対そうなるだろうって。いやー、これはね、とんでもないものを引き継いじゃいましたよ、テッドくん。なんかテッドくんもずっと一人でいた最初の友達だ、レオが、みたいな言ってたじゃないですか。そりゃ一人でいないと周りの人死んじゃうからなんかなとかってちょっといろいろ想像してたんですけど、悲しい話だ。で、多分マリーさんだと思うんですよね。あんたが城を持ったっていうのかい。じゃあさ、じゃあさ、私を仲間に入れておくれよ。そりゃ私は戦うことなんかできないけどね。でも戦って疲れた戦士にあったかいスープを飲ませてやることならできるからね。いいだろ、レオ。あー、やったー、仲間にする。そうか、じゃあ早速引っ越しだよまた引っ越し。マリーさん、ありがとう。美味しいご飯だよ、帰ったら。完全に。で、アントニオも多分いずれできる気がするんだよな。まだ無理か。セイカの、あと、民家か。民家にいる。民家。民家はどこだ？か？
このおばさん、あんた噂すごいな。あ、そういう特技ってこと？情報収集係か。ちょいとあんた、あんただよ。知ってるよ。あんた海兵軍の新しいリーダーでしょ。この鬼色おばさんは何でも知ってるんだからね。もちろん解放軍が人手不足なのも知ってるよ。まあでも情報を制したものは制してますからね。仕方ないね。鬼色おばさんが一肌脱いであげようか。いや、脱がなくていい。脱がなくていいです。中身するか。よし、来た。早速グルメパレス城へ行くとするよ。めっちゃ美味しそうだな。場所もちろん知ってるよ。やばい、この人。噂好きのおばさん、やばい人入ったな。心強いけど、でも味方ならすごすぎる。はい、であとクワバの城塞なんで、多分行商人でしょう。ちょっと城塞に行きます。はい、来ました。何回もここ来て、物騒だよ。いつ捕まるかわからんのに。多分この人じゃないかな。よ、俺はチャンドラ、気ままな行商人さ。解放軍、いいね、いいね。よし、俺に任せときな。お薬、毒消し、何でもござれだ。あ、こうやって向こうで買えるようになるんだ。仲間にするチャンドラー。よし、早速解放軍のお城とやらを下見に行くか。よーし、これで4人かな。核の酒場、聖火の宿屋、聖火の民家、核の城塞だもんね。オッケーオッケーオッケー。よし、じゃちょっと、一回戻って、ちゃんとついてどんな様子か見に行きます。はい、あ、そういえば船に乗ってちょっとうろうろしてみたんですよ。で、結構なんか上の方に渦潮っぽいものがあったり、なんか孤島に家かわかんないけどあったりとか。あ、エレベーターできてる。なんかそんな感じで行けそうなとこもありました。港っぽいとことか、なんか、うん。どうぞどうぞ見てくださいよ。すごいでしょ。めちゃめちゃすごいな。アンさんすごすぎる。エレベーター使ってみよう。1階2階、2階行ってみる。すごっ。すごいなー。へー。あ、おばさんいんだ。ちょいと知ってるかい？コアンの町にはレパントっていうお金持ちが住んでるそうよ。コアンの町？核の町から南西よ。あ、この人からもこうやって教えてくれるようになるんだ。あれだね、マッシュの話聞き逃しても大丈夫。へー。あ、すごいよ、お店持ってる。道具屋です。うう、これを言うのが夢だった。よかった。利用させてもらいますよ。いやー嬉しい。すっごい売ってくれてるし。へー、ありがとうありがとう。ちょっとまだ買わないけど、冷やかしですが、ありがとう。あ、すごーい。こんな感じ。マリーさん疲れただろう。ゆっくりお休み。ちょっと止まっていきましょうか。やーったー。楽しすぎるわこれ。これでみんなと会えたかな。じゃあコアンの町に行きましょうか。さて、じゃあコアンに向かいましょう。あのエレベーター作った人、セルゲイだっけ。あいつも一応戦えるキャラっぽいですね。仲間の選択肢に出てきたので使うか、まあ、全員使いたいんですけどね。イベントが先になくなりそうな気がしますね。なるべくちょっとキャラは変えてやっていこうかなとは思ってますが、あ、バケツかぶっちゃった。当たる当たった。バケツぐらい自分で取れよって感じだけど。ムササビは仲間入らんかな。入らないのかな。多分ね、下の、よ
しよし。こんな下だったっけ。あったあった、これこうじゃないか。大森林来ちゃった間違えました。え、これ大森林なの。おーおー、ちょっとちょっとあれれ、じゃああっちだあっちだ。南西だからこっちの建物の方か。間違えちゃったよ。あ、そこあそこ、ここですね、ここですよね。はい、どう、こう安ついた大森林はまだ先か。ここ公安の村はレパントさんのおかげで持っているんだ。それなのにあの森林の軍政官もまた悪いやつ来てんのか。見てこ見てこ。レパントさんも最近はすっかり門を閉ざして誰にも会ってくれないんだ。うん、帝国軍に逆らえば何をされるかわからないからね。新任の軍政官も性格悪そうだし、誰誰誰来てんの気になるんだけど。てか性格悪いやつしかいなくないか。お、なんかいっぱいいるよ。君はクリン。レパントの屋敷に行く。ウキキキ、やめときなって無駄だぜ。あれ、この人はクレックミストにいた人じゃん。まあ止めないけど、どうしてもって言うなら行ってみなよ。それよりいい話があるんだけどなぁ、ウキキこの怪しい人は何なんだお、ローレライ誰だよ、あんたは。うーん、解放軍ね。仲間に誘う、どうしようかね。うーん、めっちゃ見てる。ダメだね、私は弱いやつとつるむ気はないんだ。あ、これがあれか？レベル25って書いてある。ほー。25、18だもん。あ、でもあとちょっとな気がする。そっか、レベル上げればあの人の仲間入るのか。たっか。止まる。ここが屋敷？なんか人がいる。また、防具屋さんがある？好きなの選んでくれ。お、いいのってはるじゃないか剣法にレザーアーマー、鉄の盾、ブーツ、ガントレット、ブルーリボン、エンブレム。へー、イベントになっちゃうかな。ちょっと今整えちゃうかな。はい、終わりました。これがもうめんどくさいですね、非常に。あと早くなんか倉庫場みたいな人いないかな。アイテム預けたかったりする。おお、なんかいっぱいいるんだけど。ここはジョバンニ、申し訳ありません、主人のレパントは忙しくてお会いになれません。いつになったら暇になるんだ。さあ、明日か明後日か、もしくは1ヶ月後か、はたまた1年後になるか。え、ダメじゃん、会えない。いい加減にしてください。帰った帰った。塩撒きますよ。なんでなんで、困ったな。どうしたらいいんだ。ここは何、性格の悪い偶然かめっちゃ気になるこれも。お、やっとやっとか。鑑定屋さん待ってましたお、アイテム欄がパンパンでパンパンで、大砲とこの二人には押し付けてるんですけど。よかったよー。失敗の壺？なんか安そうだな。置物。呪い人形？タコ壺。なんだこれ。呪い人形なんて。呪い人形多すぎないか。なんなんだよー。安っ。こんなもんずっと持ってたんか。アイテムランパクしやがって。呪い人形は呪われてるからかな
箱つぼ安っ安っあ、でもこれでスッキリしたわ。呪いもやだな、ずっと分からず呪い人形持ってたかと思うとあー、すっきりすっきり。あー、でもどうしよう、これどうしよう、どうしたらいいんですかね。助けてくれませんかね。あ、そう、誰にも、じゃあ私にも会ってくれなかったよ。何かをしたら進むはずだ。あ、レパントの旦那のお屋敷に行っただって。あんたらみたいな素人が正面から行ったんじゃ、何年経ってもレパントに会えないって。それよりどうだい、オイラの話に乗らないかい。レパントに会わせてやるぜ。こんな怪しい人の話に乗る。話聞くか。でも聞こう。よし来た、ここじゃ場所が悪い。宿に部屋を取ろうぜ。私が払うんか、そのお後代は。さて、お前の話とやらを聞かせろよ。へっへっ、焦るな焦るな。あんたらレパントがなんで誰にも会わないか知ってるか。なぜなんでしょうね。あいつはね、あんたらみたいな帝国に歯向かう集団と関わり合いにならないために誰とも会わないんだ。え、そうなの。なぜだ、マッシュの話と様子が違うな。義に熱い男と聞いているぞ。さてね、それよりここからが本題だ。レパントには大事にしているものが2つある。1つは妻のアイリーン、もう1つが名刀キリンジサ。なんか強そうなやつだぞ。それでそこでだ、キリンジを盗み出せば嫌顔でもレパントを追ってくる。そんな作戦。そしたらそこであんたらはレパントに話すなり脅すなりすればいい。どうだい、分かったかい。なるほど。で、キリンジを盗み出すにはどうするんだ。キッキッキッってオイラに任せときな。しばらくしたらレパントの家に来な。それじゃあな。今度は泥棒の真似事ですか。嘆かわしい。真似事じゃなくて泥棒だよ。そうだね。そろそろ時間だな、行こうじゃないの。忍び込むんか。セーブします。はい、セーブしました。行ってみよう。夜か、危ないよ。運勢館の家は入れないかな。あ、ここいるいるいる。あ、見張ってる、怖いわ来たな、様子待ってろよ。何すんだ。ほらよ、できたぜ。空行ってきな。こんなんで前は行かないのか。オイラの仕事はここまでだ。こっから先はあんたらの仕事。オイラはここで待ってるぜ。信用していいんかな。じゃあ行ってみる。うお、すごい。じゃあ入ろう。なんだこれ、すごいぞ。片当ていらねえ。どうなってんだ、こっちは行けんのかな。あ、ここは行けないんだ。おろろろろ、何、機械兵だって。なんだなんだ、なんで機械なの、どういうこと。それ、神湯いないから水の紋章ないんだな。かっこよ。あ、そういえばグレミオになんかかわすやつつけました。なんだっけ、おぼろだっけ、おぼろの雰囲気だっけ。呼んだって弱いな。二人一緒にやんなきゃちょっとダメだな。おー、上がる。もう先も行けない。下行くっぽいの。ちょっと待って待って。ちゃんと見たいタイプだから私。
下は行けないか。あ、行けないのね。でっかいお屋敷だね。下降りよう。誰かいるよ。こんにちは。ちょっとお宝を持って。お薬、はい、こうしよう。薬。700ポッチ。この人は何なんだろう。ロック。あ、どうも。足は見ての通りただの倉庫番。倉庫番来たー。噂してたよさっき。あなたたちは解放軍の方。そうか、つかぬことをお聞きしますがね、解放軍の金庫ってのは大きいんですかね。え、まだないんですか。でも大きいのを作る気がある。そうですか。なるほど。レオ殿、このロック、かねてより解放軍の仲間になりたいと思っておりました。ぜひこの私めも。おいおい、態度変えてくる。仲間にするか。倉庫番欲しい。あ、ありがとうございます。早速、大きい金庫を作りに行きましょう。なんなんだお前。金庫に興奮する感じ。まあいいや、まあいいや。ここなんもない。で、こっちか。え、なにここ。なにこれ、なにこれ。あれ、なんだ、話しかけたから、やられたんかな。あ、取れる、普通に。見切りの封印球。見切り。あ、簡単な確率が上がる。あ、いいね。誰につけよう、しかし。全員キャラがいいよな。何なんだろう。これ全然意味わかんないんですけど。てかからくり屋敷だねここ。何だったんだろうこれ。わからん。なんだかよくわからんぞここ。あら、取るぞ。あ、速さ。でこっちか。なんかごっちゃごっちゃしてるなぁ。というかアンバランス中にアイテム使えるんだね。そういうことかい。初めて知ったわ。火。やべ、アイテム欄が余りそう。レザーも宝が多いなぁ。なんだなんだお前。お前なんだよ。ミミックかと思いきや、確かに横にスロットついてるけど。なんだ、なんでさ、ちょっとさ、手足、生やそうとすんのこのゲーム。やばいな、なかなかのインパクトだぞ。なんだったんだ、あいつ。やばいな、面白いな。お薬。なんかいるよ。なんかさっきのやつが忘れられない。白の絵の具なんですか。壁画の材料。もしやこれ本拠地落書きできます。落書きっていうか模様替えみたいにできるんかなこれ。すごくない？楽しすぎないかそれ。これ出口か。君は一体、あなたは、あれ？あなたは？十歩。お、驚いた。なんだよあんたらは。コソ泥？こりゃご苦労さん。あなたは屋敷の人ではないんか？あ、みんな出てきちゃった。誰だお前は。お、あちきのことをお聞きなさる。あちきは、からくり師の十歩。あ、そっか、メグ。というか、あんたは誰だい？からくり師？じゃあこの厄介な仕掛けはあんたが作ったのかい？そうとも、そうともよ。あちきが作った仕掛け、楽しんでもらえたかい？全然楽しくない。冗談でしょ？おいお前、あの、忌々しい仕掛けを早いところ止めな。そいつは難しいかも。か
からくり人形たちは止めてあげるが、大きい仕掛けはちょっと無理かな。あ、これでエンカウントしなくなるんかな。まあ楽しんでくれよ解放軍の皆さん。これ行っちゃった。あの人いれば多分メグが仲間入るんだ。あ、行っちゃったけど、どうなってんだ。入るかとりあえず。お、なんだこれ、永遠の番人の館だ。あ、なんかいっぱいあるよ。いいのいっぱいある。はてなってなんだろう。はい、目押し目押し目押し。はてな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 。あ、やった、経験値増えた。はてなはてなはてなって何。ほい、はい、これ押す意味あるのかな。はてな、なにこれなにこれ、流因航路の、なんか手に入ったよ。はてないいんじゃない、もしかして。これなになになに、全員の HP を少し回復。アイテム？どういうこと？なんだって？使ってもなくならないだと？マジで？あ、戦闘中に使うんだ。おーっと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 、すごいぞこれ。はてな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 。待って、マイナス10とかもあんのかよ。いや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 、失う意味、失う意味わかんないよ。これさ、どうしたらいいの？やったやった、何やってんの？これさ、あ、これ向こう岸に止まれば渡れるってことか。あ、そういうことね。あの変なマークは何？はてなはてなはてな、よし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 、はてな、なんだろうなんだろう。運の妄想編だって。はてなめっちゃいいじゃん。何個くれんだろう。はてなはてな、あ、ここ気になる。あ、いや、私いつ進めるかなこれ。私いつ進める。はてな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 、あー、ねえ、いつ進めるんですか。いや、アイテム欲しいけど、宝箱さにもちょっと止まってみたい。いや、経験値は嬉しいけど、宝箱の空いてるやつ、あれ、宝箱、あ、ダメだな。どうしたらいいかなこれ。これあ、ありがとうありがとう。いつ進めますか。いつ進めんのよ。経験値当てマスターになろうかな。高い高い、これ何、お宝なんだなんだ、お薬か。待って、アイテム欄やばい、これはやばいな。壺とかいらない気がする。パンパンだよ。ホット品なんてもう捨てちまうわ。重要なやつだとどうしよう。な、減りそうな、お薬これ使っちゃう。パンパンすぎるわ。こんないっぱいになるなんて。ほっ。あとから。もういい。もう、何くれんの今度は。お薬か。あ、宝止まるとお薬なんかな、もしかして。が、しかし、もうね、
ちょ、使ってなくそう。あ、もういっぱいですか。待ってね、あのさ、マーク何なんだろう。何もしないでやってみよう。何もしないと経験値なんかな。え、もう一回やってみよう。どうしよう、動画も終わんないし、これ。こう押した意味はあったのかな。何も押さない2回目。あ、いけた。ちょっとずれたけど。あ、これでもう乗れない感じ。あ、乗れない、乗れ、いや、乗れる。永遠にできる、これ。永遠にできる、これ。ちょっと遊んでこうかな、じゃあ。これモンスターなんだ。あと、ぬかはてな止まったらやめよう。よっしゃー、はてな？はてなが楽しすぎるだろ、これ。あ、あとずっと運の運送編かな。楽しい、これ。まあ、でも、さあ、先進もうかな、そろそろ。上に行きたいんですけど。うわ、やっと行けたよ。やっと行けた。いやいやいや、よかったよかった。アイテムの空きありますかね。パンパンですよね。使いかけのお薬捨てちゃおうかな。使う。ちょっと使って、捨てよう。パンパンすぎる。地獄のルーレットだったら、いけないかと思った、私。なんだ、急に。あの雰囲気、なんだったの？あ、これだ！銀次ってのはこいつだね。おぉ、さすがに名刀だね。よし、クレオさん、用が済んだならさっさと逃げましょうよ。そんなにビビるなよ、グレミオ。マクドール家の坊ちゃんが泥棒で捕まったらいい笑いものですよ。ほんとだよ、ほんとにないや。誰か持ってたり、イベントアイテムだからないか。戻ってくの、自力で。またルーレットすんの、これ。あ、でも自力、帰りはあれだった。いや、もう帰りは乗れないもんな。向こう送ってくれるもんな。カラクリシ最高かよ。よし、戻ってこ、戻ってこ。戻ってく途中になんかイベントとかあるんかな。あ、ここから出ちゃダメ。ダメか。なんだったん。戻っていくのはこっちだっけ。これ何なんだろうね。ムシムシ。あれ、謎だな。何だったんだろう。あ、そっか、もう敵出ないんだっけ。よいしょよいしょ。脱出。遅いぞ遅いぞ。獲物は？おう、よくやったぜ。早いところ宿に戻ろうぜ。いや、さすが、オイラが見込んだだけあるぜ。オイラも一回忍び込んだんだが、へんてこなからくり人形が出てきて、何も取らずに逃げ出したんだ。知ってて行かせたんですか？まあまあ、いいじゃねえか。それよりも。ん？どうだい？疲れたらお茶でもどうだい？お茶？もう嫌な記憶が。お茶？お茶？さあさあ、一息入れなよ。クリンくん。なんだよ。君が最初にそれを飲んでもいいよ。いや、オイラは何にもしてないから疲れてないし。なんかかわいそうだな、こいつ。
そんなこったろうと思った。そんな手に引っかかるような間抜けじゃないぜ。一回引っかかったけどな一回引っかかったくせに。俺たちを出し抜こうなんて不定やつだ。本当だな。あ、レパントさんめっちゃ焼けてるめっちゃ焼けてる。出てこんか小僧が。早く出てきた方が身のためだぞ。ずいぶん早いな。もう見つかったか。おいらが知らせといたんだ。あんたらが寝ている間に捕まるようにね。お前なぁ、行こうぜ。まあ一応会えたってことか。家宝のキリンジを盗み出したのはお前か。おとなしく返せばよし。さもなければ実はマッシュの勧めでこれ切り出していいんかな話。これマッシュの勧めで盗んだとかの続きじゃないよね。何？マッシュ殿が？マッシュ殿の誘いならばすぐにも力になりたいが、なんだ普通にいい人か。私には捨てられないものがあるのです。キリンジを置いてお帰りください。急に人が変わったぞ。あなたの力が必要なんです。わかりました。刀は返します。刀は返します。力は必要なんですけど。刀返すか。断ち切りありません。ではこれにて失礼させてもらう。いやいや話聞いてって。あ、旦那様どうしたのだ。序盤にそんなに慌てて。お、奥様が。奥様が。あ、大事な奥様。アイリーンがどうしたというのだ。死人の軍政官に連れて行かれました。止めようとしたのですが。なんだって。なんだと。あ、いた。なんか大変だ、大変なことに。レパンド様が。どうすれば。え、もう寝てるんか。見てろよこんな縄なんか。お、お、ほれ、そっか縄か。ほどいてくんない。ほどかねえよ。かわいいな動きが。ふい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 。ただ今日ここまでにしましょう。レパンと追っていけばいいんだろうか。はい、なんか今回楽しかったですけど、すごいからくり屋敷がはい、今日ここまでにします。ご視聴ありがとうございました。